ヌプシジャケット買おうと思ってるんやけども、これに合うんかな合わんのかなって分からへんじゃないですか。お前白のヌプシビビるほど似合ってないやんってなるじゃないですか。性能を求めるというよりかはコスパよく手頃なダウンジャケットとしては非常にいい位置づけになってくるんじゃないかなと。はい、本日ですねこちらノースフェイスのヌプシジャケットを買うなというね動画をやっていきたいなと思います。ということでですねどういうことなんかというと、今後ねこういったヌプシジャケット買おうと思ってるんやけども、これって俺に合うんかな合わんのかなって分からへんじゃないですか。でね、パッとネット調べてみたらいろんな情報が転がってたんですよ。で、僕の情報収集が得意な方にいっぱい調べてもらって、手放した人とかこういうデメリットの意見あったよっていうことをね一緒に皆さんと見ていこうじゃないかということになってますので、ここに該当する人はもしかしたらこのヌプシジャケット買わない方がいい人かもしれないということで、ね、皆様の意見を拾っていきたいなと思います。まあ例えばね、値上がりしてきたとか人と被るとか、まあいろんなお声あるんですけど、まずいろいろ10個ぐらいあるうちの1つ、雨に弱いってことで、どうしても雨が降っちゃうと水浸水したりとかしちゃうので、防風ジャケットっていうか防水ジャケットではないのでね、どうしても水に弱いのは仕方ないかなと思うんですけど、まあ、それがもし水に強いやつが欲しいっていう方はですね、もう一個上位グレードのゴアテックスの GTX っていうゴアテックスバージョンのヌプシがあるんですよ。それを購入された方がいいかなと思います。で、これに関しては2年ぐらい前から、一昨年から出だして、去年も出て、多分今年も出るんちゃうかなと思ってるんですけども、そのモデルの方がね値段はまあ 1.5 倍から2倍近くするんですけど、全然そっちの方がいいんじゃないかなっていう、特に雨の鍛え方はね、そういうことかなと思います。で、2つ目っていうのが何かっていうと、顔周りとか首周りが寒いっていうお声がいただいてね、どういうことなんかなと思ったりしたら、確かにこういったねフード付きのダウンジャケットを持ってはる方がしたら、こういうフードが付くとね、もう後頭部とか守られるじゃないですか。だから首周りって結構あったかいんですよ。ただこれはそういうのないんで、フードがね収納されてるとは言いながらも、このフード出したからって言って立体的じゃないんですよ。ペタンってなるから、どっちにしてもね首周りでちょっと寒いって、確かにああいうフード系と比べるとそうかなっていう覚えもあったりしたんで、まあ、これ住んでる地域にもよると思うんですけども、まあ顔とか首周りが寒いよっていうお声があったりしました。で、3つ目っていうのが防風性が弱いっていうお声があってね、防風性が弱いとか防水性が弱いとかよくわからへんけど、何してんのかっていうと、ダウンジャケットってね、このダウンの中からあったかい空気が出てるわけじゃないんですよ。人間の体の体温を中で留めてくれてるっていう役割してるので、留めてるんですけど、どうしても風とかが吹いちゃうと暖気が逃げていっちゃうんですよね。で、その時にこの表の生地とかが重要になってくるんですけど、まあ、表の生地とかっていうのはこれ基本的には結構薄いというか、まあ、一応50デニールっていうねデニールの厚さはあるんですけど、防風用に作られた生地ではないので、どうしてもこう風通しちゃうっていうところがあったりして、まあ防風性能がちょっと弱いんじゃないかというお声がありました。まあただそういう方はね、こっちのバルトロみたいなこうゴアテックスウィンドストッパーとかで、もうウィンドストッパーって名前ついてるぐらいから風止めるって書いてあるんで、こういったもので風を止めた方がいいかなと思いますけど、まあこれはこれでまた買わない方がいい意見っていうのもあったんで、それもそれで別で動画し作りますけど、よりまあハイスペックとか機能性を求めるんだったら、ちょっとヌプシはどうかなということがありました。で、次がですね、これノースフェイスをよく買ってる方やと思うんですけど、何かというとジップインジップができないっていうことで、これに関してジップインジップを求めるっていうのはちょっとどうかなと思うので、これちょっと除外します。あんまり関係ないかなっていうことで、で、5つ目っていうのは何かというと、手首の生地がペラペラということでね、手首の生地これペラペラっていうお声いただいたんですけども、まあ、いただいたって別に僕のもんじゃうけどもね、これに関しては別に身頃の生地と一緒なんですよ。だから中にこう綿が入ってるからすごい立派な生地に感じんねんけど、元々はペタンコにするとこの生地なんですよね。これはまあ海外モデルやからあれなんやけども、まあ、国内モデルで見たとしてもこういう生地なんです。元々はこういう生地なんやけど、その中にこう綿が入るからさも立派なようには見えんねんけども、そういう種明かしはしていたらダメなんですよ、ほんまはね。で、もっと言うと、これお気づきの方いらっしゃるかちょっとわからへんねんけども、この黒の部分の生地って裏地と一緒なんですよ。で、裏地って基本的に値段下がるんですよね。裏地の方が値段高いっていうことってまあありえない、 99% ありえないんで、裏地って値段が安くなるんですけど、それをこの身頃に持ってきてるってことは、この分はちょっと値段下がってるよねと。実際の表地ってここだけなんですね。この腕のとぶこと、この胸より下、そして背中のところより下っていうところが表地の、まあ、一応メインの生地が使われてる。で、この上の方はどうなってるのっていうと、裏と全く同じ生地採用されてるので、この首元も同じやし、この裏の生地も同じやし、表のここの生地も同じっていうことなんで、この生地の秘密言ったら、ゴールドウィンクは狙われるかもしれんけど、命狙われるかもしれんけど、一応ほんまのことはほんまなんで、もう海外モデルもそうなんですよ。この表地のここはね、よく見たらね分かるんですけど、リップストップっていうナイロンなんですけど、ここは全くリップストップじゃないんですよ。じゃあ裏地とどうなんかなって言ったら、裏地と全く同じ生地使われてる。ここも同じだし、ここも同じような感じでしょ。で、ここも同じだ、ほんなら一緒やないかいってことなんですけど、裏地をこれ表に持ってくるっていうコスパの節約の仕方、あ、これあったんかってことでね、まあ一つ勉強はさせていただいたんですけども、まあ、僕はせへんけど、こういうところではねコストはそんなかけてないので、まあ、ちょっと性能を求めるっていうのはね酷な話かなと思います。で、6個目っていうのが700フィルパーじゃないっていうことなんですけど、これ多分僕の動画かなんかで多分言ったことに対してのコメントをいただ
いたいなと思うんやけど、海外モデルはここに700フィルパワーっていう700入ってるんですね。で国内モデルは入ってなくて公表もされてないんですよ。ただしこのヌプシのオーダーの方は900フィルパワーってちゃんとアナウンスされてるんですね。でもこっちはアナウンスされてないんですよ。だから何フィルパワーかわからないというか、そんなにいいやつじゃないから言ってないんやと思うんですけども、もしフィルパワーの高いやつが欲しいっていう方であればね、そっちのヌプシのオーダーの方を選んでいただいた900フィルパワーが確かあったと思います。まあこのヌプシの方もね、そんなめちゃくちゃ悪くないと思いますけども、700はないと思いますけどもね、まあ、今年ねユニクロが750フィルパワー出してくるから、ちょっとユニクロにやばいんちゃうって、このヌプシの立ち位置ねちょっと危ういんちゃうと思ったりするけども、6番がそんな感じで700フィルパワーじゃないということになってて、次7番がね芝になりやすいっていうことで、僕はあんまり思わんかったんやけども、そもそももともとねこのナイロン生地自体が芝なりにくいんですよ。そばでなるわけじゃないし、こういうねバルドライトジャケットみたいにスナップサックっていうか、こういう入れるやつクシュクシュってこう収納する袋があって、収納してたら確かにそれはシワつくやるけども、これって基本収納するもんじゃないじゃないですか。かけてあるから、よっぽど地べたに置きっぱなしにして踏んづけたりしてたんかどうかは分からんけども、まあシワになりやすいというお声がありました。でまあ関係ないんですけど、こっちのバルトロはね30デニールなんですよ。ヌプシは50なんですよ。だからヌプシの方が分厚い生地使ってんだけど、バルトロの方がシワになりづらいです。でなんでなんかっていうと、えこっちの方薄いからシワになりやすいやんと思うじゃないですか。じゃなくてね、この中に表の生地は30やけど3枚ぐらい層を重ねてるんですよ。だから実質問題分厚いのはこっちの方が分厚いんですよね。なのでシワになりにくいと。だから収納しても OK なんですけど、まあ、これは収納するやつじゃないか、そんなシワならんと思うんやけども、まあ、もし仮にシワなったんやったらちょっと厄介ですね。それはね、どうしようかちょっと分からんけども、僕はちょっとシワなったことないんで何とも言えないんですけど、こんな感じかな。これ白やから分かりづらいけども、この辺ちょっともうシワ入ってあるけども、こういうことを言ってるかもしれないんですけど、その時はねアイロンとかも困るんですよ。これ活性やからね、アイロンはねあんまり、まあできるはできるんですけど、めちゃくちゃ熱いやつでやると溶けやすいとかっていうのもあったりするんで、普通にアイロンする分には全然大丈夫だと思いますけど、めっちゃ高温でずっとやってたりしたら焦げてくると思うので、まあ、その辺だけちょっと注意してくださいと。 T シャツをやるのとちょっとわけが違うのでね、気をつけてもらいたいなと思います。まあ中の綿もあるし、あんまりやらん方がいいかなと思いますけど。8番 US 規格に比べて日本規格っていうのが細いからレイヤードしにくいということで、まずは US 規格の身幅なんですけど、これまあ同じサイズじゃないからあんま見本にはならないんやけど、これ M サイズでこんな感じの身幅で、次が L サイズでこんな感じの身幅、まあ、あんまり分からへんね、白やし膨張してるから分からんし、なんやったら去年から身幅でかなってるからあんまり違いは分からへんかなと思います。まあ着てみると確かにあの US 規格の大きいから中にパーカー着たりとかスウェット着たりとかってしやすいかなと思うんですけど、日本規格のやつはまあできんことは全然ないかなと思います。極端にちっちゃいと細いなとは思わないんで、できるかなと思います。でね、これ見てもらったら分かるでしょ、全然お前似合ってないよと、お前白のヌプシビビるほど似合ってないよってなるじゃないですか。これやっぱね似合う似合わないってみんなあるんですよ。僕はねこの柄着てる時ね、よくね視聴者さん似合いますねって言われること多いんですけど、例えばこういう風な感じでね、僕のねパーソナル受けてくれたこの人とかも、まあ、顔がちょっと大人っぽい感じなんで似合うんですよね。で次の方とかも年齢はまた全然違うんですけど、この方も似合う顔をしてるっていうことで、こういう大人系の顔の人は柄が似合いやすいのでね、そういう方にはいいかなと思いますけど、ただこの人らも似合わんのありますから、僕が白似合わへんのと同じようにこの人ら似合わんやつ見てください。でなんかオレンジも浮いてるし、なんかカーキなんかちょっとホームレス感出てるじゃないですか。この人あんまこれ似合ってへんし、本人にも言ってますよ、似合ってないですねって言ってるけども似合ってへんし、次の人とかもこんな感じで、この人たちはね2人ともパーソナルカラーが冬ってことなんで、これ地味な色似合わないんですよ。だからまあ地味な色似合いませんねって言って、逆に派手な方は両方とも2人とも似合ってるんですよね。だから似合ってるの似合ってるの両方見た時に同じやつが似合うんですよ。なんでってパーソナルカラー全く一緒だから、冬やからね同じが似合うんですけど、僕は冬じゃないけどね。まあそういうことで何を言ってたのかというと、サイズの話ね、サイズサイズだから、サイズもそうなんやけど、選ぶ時もね柄とかは自分のまあ顔とか似合うやつをね選んでいただければなと思います。それについては僕以前動画出してるので、おすすめのあのサロンとか、おすすめのこういうとこ行った方がいいですよみたいな、僕のまあ知り合いやったり知り合いじゃなかったりするんですけど、見ていただければなと思います。ちょっと僕らはね今受け付けてないので、またね落ち着いたら受け付けしたいなと思うんですけども、まあ気長にちょっと待っててください。月に1人か2人ぐらいできたらなと思っております。そして次がね9番、これ多分僕の動画やと思うんですけど、ダウンとフェザーの割合が8対2ですよって僕多分言ってたんかな、9対1って言ったんかな、忘れたけども、これ違いますよと、8対2ですよっていうお声いただいてて、この US の方は分からんけど、国内の方そうですね、ダウン 80% フェザー 20% という配合になっております。まあなのでここからちょっとまた10番のデメリットに行くんですけども、この人ね2週間、勝って2週間やけど羽がめっちゃ抜けてきましたっていう声書いてたんやけど、これはね言うたら仕方ないんですよ。ダウンインジャケットでこのステッチで穴を開けてる以上、必ずどっかから出るは出るんですけど、このダウンとフェザーの割合見てもらって、フェザーが多いってことは羽なんです。でダウンっていうのはこの柔らかいやつで、フェザーっていうのは羽やから突き破ってきるんですよ。ってことはこれの割合が多くなればなるほど突き破る可能性が高いで、低くなればなるほど綿ばっかりやからあまり突き破らないっていう状態になるじゃないですか。ってことは極端な話、ダウン 95% フェザー
5% とかやったらこれ跳ね抜け少ないやろなって予想はできますよね。実際問題跳ね抜ける可能性ありますよ。だって 5% 入ってるわけやから。やけど80対20とか例えば70対30とかやったらもうこれは跳ね1シーズンで抜けてくるやろっていうような感じで、あえてこう割り切って着るようなダウンジャケットじゃないかなと思いますので、今回ね、今ご紹介させていただきました。まあ、性能面多かったですね。雨弱いとか、まあ、防風性弱いんちゃうかとか、10分10分できひんとか、まあ、生地がちょっと薄いとか、フィルパーがちょっと弱いとかっていうことを、まあ、総合的に皆さんの意見を踏まえていくと、ダウンが抜けるとかっていうのも踏まえると、あくまでこのヌプシって高品質ダウンではないんですね。値段の割にはいいかなって、まあ、僕も個人的には思うんですけど、じゃあすごい品質の高いダウンジャケットなんかって言われた時には、品質の高いダウンジャケットって他にもあるよねっていうことになるので、手軽にあのノースフェイスを着たいとか、手軽にダウンジャケットが欲しいっていう方は価格帯的にも多分4万円切るぐらいで買えるって考えると全然十分じゃないかなと思います。で、僕個人的にはこの方の価格帯って一番性能出ないんですよ。だからもう割り切ってそれやったらもっとぐんと高い10万ぐらいのダウンジャケット買うか、もしくはもうやめちゃってユニクロとかの方が今1万3000とかでこれよりいいバトの品質のやつ入ってたりするんですよね。だからどっちかに振る方が一番いいかなと思うんですけど、真ん中ってね一番コストもかかってないし、ブランド運営のために必要な、まあ、あの売り上げを出す商品ってあるじゃないですか。そういう状態にこう位置づけられてるので、こう毎年毎年ねちょっと簡素化されてきてるんですよ。僕も以前ね2020年ねこれ着てね XL サイズだけど測ってね一番これがあったかいっていう数字出てね、やっぱ身幅細いからかな言ったけども、これがね XL サイズやから多少重たいのは分かるんやけど、 XL と L で比較した時もやっぱり結構軽なっとったんですよね。生地が薄くなったっていう可能性もあるし、綿が少なくなったっていう可能性もあるんやけども、まあ、とにかく必ずこれ毎年改良されてるので全く同じ商品で来るってことはなくて、結構洋服業界であるんですけど、今この生地ないんですね、だったら代替えで似たような商品に行くことってあるんですよね。だからそういうことも、まあ、裏事情っていうか裏事情なんかどうか、これ以上言ったら本格的にスナイパー狙われますから、その辺の窓から僕ノースフェイスのなんかスパイとかに、ね、狙われたりせえへんかな、ちょっと怖いんやけども、ファンの方に狙われて怖いんやけども、まあ、そういうこともありますので、まあ、性能を求めるというよりかはコスパよく手頃なダウンジャケットとしては非常にいい位置づけになってくるんじゃないかなと。で、特にこの数年前までのモデルやったら性能的にもあのこれで3万ちょっとっていうちょっと考えられんような感じだったんやけども、まあ、最近はあの価格にまあ落ち着いてきてるんかなと、まあ、値段も上がってますしね、それは仕方ないかなと思うんですけど、そういったところが、ヌプシジャケットになっております。だからまあさっき言ったみたいな感じでゴアテックスバージョンにね、性能を求める方はギュッと上げてもいいかもしれんし、中綿をもっと求めたいっていう方はねもうちょっと違うブランドに行ってもいいかもしれないっていう感じなんで、そういったことで皆さんのねお声を聞かせていただいたということになっております。一昨年まではよく来てたんですけども、昨年も1回もほぼ来てないっていう感じかなと思いますので、気になる方はね店舗に行ってもらって試着したりとか、ポーチとかでもあったりするんかなと思いますので、見ていただければなということで、本日はですね、ヌプシジャケットを買うなという動画をねお話しさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。